今。あ、わかりなさい。来た。あー、チェリー。フリーズしてる。あああああ。早い。73。一回あったんですよ。いい台だとこういうことが起きてるの。Fly me up into the sky of ringing bells. $193 お願いします。あってもいいよ。食べー食べー。うわ、大事。お願い、スイカで光って。うわー、光ったー。十何パーしかないからね、そこ。お、ピコン言うたやん。あ、言うてます。全然聞こえてなかった。完璧や。あれです、完璧だ。ここまでパーフェクト。あ、100点ですね。これ考え、こんな大きい時見たことないっすわな。はい、出るんよ。いや、ほんとっすわ。うん、でここが光ったらゴッドモード滞在プラス5発以上。あー、ここがってか、ここにあのゼウスと天空の城が隠れてたけど、はいはい。で7が転廃した時に、はい、ゴッド転廃呼んで10連以上。へえ。まあ、ゴッドモードってなんかループを取るモードらしくて。ループを取るモード。そう、ボーナスにそのループストックを設けて50、60、80、90かな。じゃあ5ゲーム以内にビッグ連打し始めたら可能性ありってことだね、はい、なるほど。よし、はい、OK。 もともと中は11分の1だから、はい、5ゲームビッグが熱いよね。だから引けなくて5でビッグっていうのがあって、4まだある、可能性としては残ってる。できるな。なくなった。消えた。はい、消えた。当たってんのに消えてる。戦国中、まあ、32ゲーム以内は戦国とか沖縄のドキドキだと 70% がビッグかな。あ、結構ビッグやな。7割ビッグ。通常時は、はい、4割ビッグかな、だった気がする。確かに詳しい博士、おぎどぎ博士やから。博士っすね、完全に。終わらんぞ。終わったら嫌いになる。よーし、まだまだ、それ8分の1やろ。全然全然8分の1っすね。そこであまり合わないっすもん。いきなりいきなり、あ、光らんくなった、終わるんかなって16ゲーム過ぎたあたりから、はい、頼む金時に引っかかってろっつって、で後ろの方でビッグ出てきた時にチャンスと。あ、そんな楽しみ方があるんか。そうなのよ。確かに、まあ、なんか話聞いてるとおもろいっすよ。おもろいっすよ。いや、意外といろいろあるんすね。そうなのよ、進化してるんよ。だから俺初代より好きだもん。あー、なるほどなるほど。でもそういう人いてもおかしくなさそう。明らかに初代より面白くなったから。よし、4連ね。あら、何、あとかなちゃん素晴らしい。今までは初代だとあのあとかな絶望だったんよ。はいはい、なんかあった。うわー、なんかありましたわ。あの保証に行った時に、はい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 、あのベルでかなちゃんの告知が出なくなるっていう、多分不具合だったと思うんだよね、ぶっちゃけ。まあ、分からん、そこ真相は分からんけど、はい、お別れのかなちゃんっていう法則があったんだけど、今回はそんなこともない。右の挙動もめっちゃいいっすよ。初当たりカルシ2回目の天国やし。あら、あるなこれ。え、でももうワンチャンありますね。ね、あの前代あってもおかしくない日なんで今日は。はい、おい、アスカル11。いいよ。いや、まだ8分の1だな。ただこれがもしも16分の1、はい、金時に落ちて16分の1だと、こっから2400枚出るからね。あー、すごいな。金時のおかげでね、意味わかんなくなる。いいよ。今まではさ、初代はさ、はい、全部8分の1だったから、はい、もう抜けるときさ、もう27、8ゲームで諦めてんのよ、はいはいはい、確かに。
ああもうねえんだろうなって、さすがに薄いだろうなって、もちろんそれでいることもあるんだけど、はい、すごくもう、まあもうねえよな、はい、なかったってやめていくわけ、はいはいはい、でも今回はその金時が追加されたことによって、はい、頼む、いてくれいてくれ、金時で舞い戻れば必ず次連チャンモードだから。確かにな、なんかやっぱ話聞くとおもろいな。そう、後半もおもろいよね。いやいやいや、全然ですよ。まあもちろん全然まだ、全然まだ、ここはまだ8分の1だ、余裕余裕、まだ9ゲームだもん。 90% でしょ、まだ、まあ全然。だってここでもしいないようなことがあれば、はい、さっきが保証ってことになるからね。はい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 、大丈夫だろ。ほなお別れの後かなまでありますもんね。 あるある、ね、うん、いや違うっていう話してんね、全然変わってないやんって、はい、こんなもん一緒やんってなっちゃうから、はい、5000枚あるって言い張っててんから、うん、そうだよ。もしもーし18 ちょっとやってないっすって。大丈夫だろ、まだ全然ありますもんね、2、30ハマることは。あー、やらかしてるくせー。わー、頼む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 。いやでもたまーにありますもんね。あ、たまーにある、たまーに、なんで当たらなかったやろみたいなありますもん。嘘だ。31チェリービー。あー、やってる、やってます、 これやってます。これはさすがに5連、ごめんの言い方で5連。うわー、やらかした。実質何連よって話じゃないですか。その5連も3連だな、これ出玉追い抜くまである、ある、正直あるね、うん、1000枚でしょ、だって1000枚。伸びろー、おー、いいね、おいおい、4ゲームです。ちょっとそもそもドキドキあるんじゃない。スイカで上がった説ありますもんね。あ、2が3回目だな、はいはい、そうそう、あ、それ実際ある。30ゲーム、頼む、残ってろ。31、さあ次頼む、ビッグテレボイ、引かれ引かれ、あーそう、まあ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 、立ち上がりとしてはいいでしょう。1000枚ちょいぐらい、しかも初当たり早いしね、ディランダイも。そうっすね。何枚ですか今。730枚。思ったよりなかった。ちょっと一瞬店内見ていきます。おい、何が出てっかな。結構一緒、今日は取材が入っておりまして、前代系が何箇所かありますよと。やるぞ。あれ、Bまで行っちゃう？この台。いや、これいるな。何事だ？マジか。バロー。なんか強い。ねえ、なんだい？お、来た。いますよこれ。負けないよ。百円の十六です。C とかもある。なんだいや、これも当たりますよ、ディスクっすよ。アイキャンフライ、アイキャンフライっすよ。赤7、ありがてえ、マジで。最後ディスクスライス。あー、これはノーマルか。さっきやっぱ違ったもんな、3つ固まってたから。緑で攻めて、青か。3人まで行って行かない。トラップ、お、どこどこ、致し方ない。このままだと1000枚は行かないから乗せなきゃダメですね。すまない、みんな悪くはないんだけど、もちろん食らってるし、でも中途半端で終わらせちゃったらごめんみんな。でも天国も行ったし、今さっき150ぐらいだったから、まあ B、 もしかチャンスかわかんないけど、今その後抜けちゃったんだけど。バチさん秒殺で終わってました。え、プラス何枚ぐらいなの。バチさん500枚ぐらいで、で僕が今1000何百枚か持っててって感じです。あ、ジローロが出てるの。
出ました結局天国で。あ、みんな買ってるってことですよね。みんなプラってる。あらー、これはすごい。移動考えてるの。いやいやいや、 なんか強いのあるかなと思って、ちょっと見とこうと思って。あーそう、あーそういやあ、バカにされてる。カバネリ良さそう。カバネリな、もう良さそうやもんな。すげえ、全体的に良さそうやな。いい店。デテル大報告、ジローのデテル大報告のコーナーですわ。設定入ってそうなのを探すとかじゃないですよ。デテル大報告コーナーです。僕の2023年の目標を聞いてくれます、うん、いいよ。モテたいっす。うわうわー30弱い30にしていよいよ、ああまずやっぱまあ手始めとしてですね、手始めとして4キロ痩せまして、お私、あ今、はい、あそう、はい、でも確かに言われてみればプラスあと 3,4 キロ、はい、落とそうかなと思ってるんで、まあ、正直なんていうの、はい、その身の回りに身につけてるものとか、はいはい、上品だし、はい、その綺麗な格好してるし、はい、でまあこれでちょっと痩せたと、はい、ってなると、はい、で別に収入もちゃんとあるから、はい、もうあとはもう正確に何ありっていう、あ直せねえでもまあ世の中にはね、はい、そういう人の方がそういうのがいいんだみたいな、はいはい、エッジ聞いてる方がやっぱり、そうそうそう、口の中から血流すのがたまらないんだっていう人もいるからあーしゃしゃチェリーナイスアイディー、またチェリーだろと。オーケー、まあなんか一概には言えないけどね。なるほど、2023年、はい、モテていこうと。モテたいです。いや僕はもう、うん、真剣交際目指してますから。あーそっち、はい、なるほど、ちょっと落ち着かせるとこ、落ち着くとこ、場所を探そうと。でなるとやっぱキーとしては出会いになってくるよな。合コンでも行こうかな。まあでも全然今の世の中だっていいでしょ、そのなんて言うんだっけ、マッチングアプリ、そう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 、はい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 、とかでも全然あるだっていいでしょ。これでも、ジローマッチングアプリです やってますはちょっとなんか、いやもうだから公式でやっていこう。じゃあ緑のジャージで出ていけば、なるほど、そう、大義名分はできるから、オフィシャルでやればいいんですね。そう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 、番組でですよと。盲点盲点、何隠れてこそこそやってるわけじゃないですよ。番組でこういう流れになったから一応この緑のジャージ来て登録してますよっていう。いや難しいな。なんか今年友達の結婚式は2件あるんですけど、うん、2の2でマッチングアプリなんですよ。時代だね。はい、もう2の2です。どんな人がいいわけそれは。いやーまあでもこんな仕事してますから、その仕事に理解あるっていうのがやっぱ最優先だと。あ、まず最優先、はい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 。あとなんか遊びみたいな仕事も多いわけじゃないですか。おい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 、例えば麻雀収録ありますし、おいおいよ。でね、なんかまあボートレースだって、あまあそうよ、まあ普通の仕事もではないじゃないですか。それはそうだ。でもそれはやっぱ最初に言ったね。すごく忙しくしているのに、はいはいはい、忙しくしている理由が普通の社会人の方から見たら遊んでいるだけに見えると。はい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 、はい、ただそれでそういう仕事なので、それに対して遊んでるだけやないかいって思われるとまず無理だと。そらそうっすね。っていうお話はすごく序盤にしたと。ああやっぱもうそこマスとか抑えなあかんところか。そう、まあそう見えるもん普通に。まあそうっすよね、僕もそう思いますもん、この仕事してなかったら多分、ね、そうでしょ。だからそこの辺は確かに理解がある人じゃないと、まあ、そうなるとやっぱ選ばれた人になるよな。だからもうその上で条件なんてよっぽど突きつけられないっすね。ああそうか、もう料理できて掃除できてとか、あそんなもんもうそうだな、はい、まあ、でもお前はだいぶそれだけで狭いですから、はい、お前言えることできるからな別に。いや、やりますやります全然そんな、はい、だから逆に言うと向こうがバリバリのそのキャリアウーマンというか。ありっすね。ああはいはいはい、ありです、はいはい、それこそね、はい、なんていうんだっけ、飛行機の人、キャビンアテンダント、はい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 、シエさんいいっすね、ジョイさん。ああだから全国のジョイさん、キャビンアテンダントさんはちょっとツイッターに DM を送っていただいてゼロではないよなおゼロではない気がする。そうだね、そうなった暁には、はい、ぜひご報告の方ですね。あそうですね、
だからおっさんずスロ結婚式まで。ああ、いい、あ、全然やりましょう。それはみんな参列者全員ジャージで。ああ、いいっすね。やりましょう、やりましょう。それは親ビビるやろうな。やりましょう、おっさんず寸劇やりましょう。うわー、助かる。やりましょう、おっさんず寸劇を。うわー、催し物、あのネームプレートを作ってもらって、また助かる。首からかける新郎って書いてあって。あ、俺もやってる。新婦って書いてあって、しりとりしながら挙式を、よし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 、挙式を上げていくと150、いいね、はまらない、いいよいいよ。ちょっとこっちがはまってますわ、350。これね、はい、手応えありですよ。マジっすか。しょうもない話しながら打ってますけど、人の恋愛事情しょうもないって言いました、もしかして。しょうもない、それやっぱあの由々しき事態なんですから、ね、リーダーにも意見聞かないと。リーダーにプロデュースしてもらおう。そうっすね。ああ、海外のマフィアのやり方で病院にアイコス持ち込んで。お、今ねプレミアでしたね。追加なのに第二停止の、停止音変化がなかったので。へえ、ありがとう。あー、バージョンアップか。ね、我々のやっぱ業界切ってのモテ男といえば、まあ、牛尾さんのイメージだね。あ、確かに あるかもしれないということで。いや、あります、スピード婚まであります、うん、あら、まあ、出会ってもない人とのスピード婚考えても仕方ないです。お、入籍まで、はい、あります、入籍まで見ています。金もおんも出会う前から。あー、よし、お、マジ、おい、いいね、素晴らしい。これはあるぞ、このモード以降はいいぞ。初当たりモード以降ともに文句だし。あ、こうしてた、よしよしよし。おい、スイカ、あらららららら、ららこぼしスイカです。こぼしスイカで、チャンススイカね。あ、いいよ。465、8枚の払い出しなかっただろうね。なかったです、なかったです。オッケーオッケー、熱ー。8枚の払い出しあったら設定差ある方だからね、はい。あー、リーチメビー、なるほど。それ抜け子一発目、はい。あ、一発目か、上がったらラッキーだけどな。31、あー、いない。はー、どっちやろうこれ。まあ、いずれにせよ、確かに、まあいずれにせよいいっすね。うん、悪くない。昨日麻婆チャーハンだったんだけど、もうだからチャーハンに麻婆豆腐をぶっかける。そうそうそう。あ、チリ一回やってみてほしい。入れてみますか。なんでこんなうまいのってなるから。なんでこんなうまい、何がなんでこんなうまくなるはってなるから。みんな足速いからね、うちの兄弟。みんな足速い。おお、おしゃ、おい、え、いいやん。確定役の設定差ある方や。1万6000分の1から6000の分の1。詳しい。設定1だと16384か、はいはいはい、はい、で設定6だと6553、6553。あ、結構あるんすね。結構ある、3倍ぐらいある。ラッキーボーイ。しかもモード移行抽選やってるで。ありがとうございます。さあ、ありがとう。うわ、お楽しみの来た。この後な、連チャンは始まろう。はい、ステチェンチャンス目じゃないですか今。珍しいっていうか、鏡では俺味わったことないかも。あ、ね、これチャンス目解除ある。さあ、いただきました314ゲーム、残りコインが620ぐらいですね。全然プラスです。ここでまた AT に入れたいです。終了画面も普通、基本ジローが一人で打ってる ことが多いじゃないですか。あいつ一人で打ってる、何喋ってるんですか。 なんか喋ってるんですか。喋ってる。周りの出てる台のこと言ってるんです。ああ。
ディレクターもそういう目で見るようになっちゃったじゃん。お熱い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 、チャンス渡ってくれ。これで あ、もうこれ当たる、強い、うん、完全にゲーム数超えてる。ほらほらもう当たる。コングラチュレーション317。いやだから結果なんやかんやでこれぐらいなんですよ、ハマっても、持ちコイン250枚ぐらいですね。 AT 入れましょう。ていうか40ゲーム超えましょう。狙いたまえ、もう青なな、ホットとか、来い、きた、熱い、よっしゃ、きたきたきた、やっとなんか自分でやったった感。そのままね出して2000、隣の方完走してるもんな。アメリカを狙いたまえ、アメリカを狙いたまえ。あ、熱っ、マジで嬉しい。いやでかいでかい、これもう天国行ってた時のこと考えたらこれもうマジで一発あるだけででかいんですよね。これで80はいくわけですよ。頼む、天国行かず、これモード B 地獄僕まだ続いてるってことですよね。いやもうあんまだから考えちゃダメですね、リーダーがなんとか。はい、なんです、誰ですか。はい、おう、え、すごい、マジですか、六角じゃないですか、俺6ですよ。ほら、ほんと6、パジャマパーティー、あ、すごい、おめでとうございます。いやでもあるな、だって全体系が多いって言ってたもんね、二郎くんが。よし、まあ悪くはないとは思うんで、あとはもう、わ、ちょうど悪くないって言ってましたけど、なんかいい子、いいように転ぶようにちょっとこのまま僕は鏡頑張っていきたいと思います。またいつでも会いに来てくれたまえ。これ3人で一人で書く、三人で書く。大丈夫ですよ。あれ？お、確定役だ。あ、8枚。よし。あ、ポップコーン。ポップコーンだ。パチンコバチスロ番組の中でもトップクラスにわちゃわちゃしているこのオッサンズスロでございますが、ぜひとも皆様チャンネル登録よろしくお願いします。もう